こんにちは、週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。昨日はですね、40代50代もですね、のサラリーマンが今後どうなっちゃうのかっていうお話をね、少しさせていただいたんですけれども、人生100年とか、あとは45歳で定年とかね、そんな話をさせていただいたんですが、今回はですね、40代って書いてありますけど、40代50代なんでしょうかね、のサラリーマンのお悩みですね、これはどんなものがあるかっていうことをですね、少し考えていきたいなと思います。ちょっと分解してというかね、カテゴリーで分けていくとですね、ちょっと書いていきますと、まずですね、会社っていうのがあると思うんですよね。会社ですね。会社。一つ目会社ですね。二つ目が、家ですよね。家、家庭ですかね。で3つ目がこれが健康ですかね。こんな感じですかね。はい、カテゴリーではざっくりですね、いろいろあるかと思うんですけど、ざっくり分けるとこう、3つぐらいに分けられるのかなっていうところですね。でまず会社っていうのは、サラリーマンなんで会社に行くわけなんですけども、1日のうちほとんどが会社にいる、もしくは会社の仕事をしているっていうね、ことになると思うんですね。ここが一番ウエイトが大きいのかなと思うんですが、全部重要ですけどね、重要なんですけども、会社ですね。会社の悩みっていうのは何があるかっていうと、まず給料ですよね。給料が安いとか、悩みですからね。高ければ別に悩みにならないんですけど、給料が安いとか、ボーナスが少ないとかね。そもそもボーナス出ないとかですね。ありますよね。あとはその上司がどうとか、同僚がとか部下がとかいろいろあると思うんですけども、飲み会が多いとかね、飲み会で遅くなるとか、残業が多いとか、いろいろあると思うんですよね。そういうものですよね。であと次に家庭ですよね。家庭ではどんな問題かっていうと、多く挙げられるのが、やっぱり家ですからね、住宅ローンの支払いがあるとか、あと家があれば税金もかかりますよね。固定資産税とかありますね。補修費用とかね、そういうのもありますね。あとお子さんがいらっしゃれば、教育費とかかかってきますね。教育費。あとはそうですね、お小遣いの問題なんでも家庭ですかね。お小遣い問題。だいたい3万円って言われてますけども、1ヶ月3万円でも結構厳しいものがあるかなと思います。これが上がるっていうね、上がる見込みがあるかどうかっていう話もありますけどね。はい、あとはですね、ご両親がいらっしゃれば、一緒に住んでなくてもですね、ご健在であれば、介護とかね、そういうのも悩みの一つなのかなと思います。であと健康ですよね。健康っていうのもあります。これはご家族もそうですし、ご自身もそうだと思うんですね。40代50代になってくるといろいろね、老眼になったりとか疲れが取れないとかいろいろあると思うんですけども、そういうものですね。大体この3つぐらいに分けられるのかなと思うんですよね。で、この問題のですね、今様々挙げましたけども、この原因になるもの、これ共通点が、やっぱりこれがお金になってくるわけなんですよね。お金の問題になってくるんですね。これでお金が、ここにお金があればって書いてあれば、これほとんど解決されるんですよね。会社の問題もお金があれば、給料安くても別に、俺趣味で会社行ってるからって感じで行けばですね、結構伸び伸びプレイができるんじゃないかなと思いますよね。飲み会があっても、今日俺行かないからとかね、今日俺がおごるから違うとこ行こうぜとかね、そういうこともできちゃうと。お金があればね。はい。あと家庭の問題ですよね。さっきのお小遣いなんていうのはそんな問題じゃなくなってくるわけですね。他からお金が入ってくるわけですから。で、あとは住宅ローンなんかもそうですし、教育費もそうですよね。あと介護でしたっけ、介護とかね、ああいったものもお金があれば解決と。で、健康だってそうなんですよね。お金があればある程度はもう解決できてしまうと。この3つのカテゴリーの問題っていうのも、お金があればですね、ほぼほぼもう8割9割解決ということになってくるわけなんですよね。それは皆さんご存知のことだと思うんですが、このお金、これですね、
会社の給料以外にお金が入ってくるようにしておくっていうのが、まあ、重要になってくるってことなんですが、じゃあここでですね、そんなの分かってるよとじゃあどうするんだってことなんですけども、どうするっていうことで、これをですね、どこから持ってくるか、まあ方法はね、いろいろあったりするんですけども、まあ、アルバイトとかね、これ一日仕事してきて帰ってきて深夜のアルバイトっていうと結構しんどいですよね。まあこれ20代だったらできるよってこともあると思うんですけど、まあ40代以上になってくると結構しんどいですね。しんどいですし、アルバイトをしたところでですね、まあその発展性もないですからね、アルバイトしても。次につながる何かがない、まあある場合もあると思うんですけども、まあ、ほとんどはないですよね。時給いくらで、時間拘束されて、働くということになるんで、まあお金の給料的にもそんなに良くないと思いますよね。なので、まあ、こういうものではなくて、まあ、いろいろ副業、今副業いろいろあるんで、まあそういったものもいいんじゃないかなと思うんですが、僕がここでお勧めするのは、まあ、40代のサラリーマン、まあ、忙しいっていう前提がありますよね。まずは、まあ、1日仕事があるということで、忙しい中でやるっていうのでいいのが、まあ、僕はね、株式トレードがいいんじゃないかなと思ってるんですね、はい。でこれなんでいいかって言いますと、僕がやってる方法、まあ、株式トレードっていうのはいろんなやり方があるんですけども、僕がやってる方法はですね、1日の終わってですね、1日終わって1回チャートを見てですね、翌朝にまあ、エントリーできるんだったらエントリーするというような感じなんですよ。だから日中こうチャートこう見てですね、携帯こう見てどうのこうのとかっていうのは、まあやらないということですね。これはまあやらないとか、やらない方がいいんですね、僕がやってる手法だと、はい。なので時間のないサラリーマン、まあ、日中お仕事されてますから、お家に帰ってですね、お家に帰って翌朝の9時までにその判断をすればいいというような方法があるんですね。まあ、そういったものでやってますんで、忙しい方なんかはね、特にいいと。失敗も少ないですよね。時間があるんで、急かされてですね、あ、エントリーしなきゃってポチってやったらもうね、大損したとか、そういったことが比較的少ないものですね。こういったものをご提案したいなと思っております。そうは言ってもですね、1日1回だけこう携帯見て、スマホかなんか見てですね、お手軽にこうできるっていうものでもないんですね。簡単ではないんですが、簡単ではないんですけれども、そのやり方っていうのがきちんとありますので、そちらの方をきちんと学習してですね、練習をしていただくと必ずできるようになります。でやっぱり最初のうちはこうずっとこうできないってあるんですけども、ある一定のところまでいくとギューンとこうイールドカーブっていうらしいんですけどね、こうギューンとこう2時間数のようにこういきますんで、そこまでね、きちんと勉強していただければと思います。でちょっと内容についてはですね、また明日以降の動画でお話をできればなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。週刊中年ジャンプでした。さよなら。